これとこれってこっちはヤンヤンつけ棒、こっちもヌテラ&ゴー、こっちもなんかつけ棒っていうことで、つけ棒対決でございます。早速おはい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 、おや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 、同じなのかなこれ。え、同じ？お、本当に同じかもしれない。あ、こっちは、こっちも、あ、似てる。ただこっちはこれで、この粉がある。おお、トッピングできる。おお、なんかいいっすね。棒がしっかりしてるのは、こっちですね。こっちは、あ、でもこっちはチョコがうまいかも。チョコは、チョコはシュワーって。こっちはちょっと硬い、硬いっていうか、あ、でもいい勝負かな。あんまある種変わらないかも。どっちもいっちゃいいっすね、これ。チョコたっぷり感で言えばこっちの方がいいかもしれない。トッピングもできて安定してるかなっていうのはこっちかなって感じがする。二度楽しい。そう、こっちの方がたっぷりつけれる。
こっちはもしかしたら、いや一見、うん、どうだろう、うん、一見多いかなって思うんだけど、意外とそこは浅い、浅いし、うん、そんなにチョコレート詰まってない。こっちはちょっと面積広い上に意外とたっぷりだ。うん、はい、食べ比べてみました。このヌテラ、ヌテラ&ゴー、チョコたっぷり。こっちはトッピングができて味もちょっと安定してるっていう意味では、ゲンヤンつけ棒こっちもいいですね。っていうことで、どちらもいいかなって感じですね。ちょっとこっちの方がちょっと高いですね。まあチョコレート単純に楽しみたい人はこっちがいいかなと。ちょっと高いですけど。でこっち、こっちはリ、うん、お手頃な感じでも、まあ安定してるかなって。結構この手のやつにしては、うん、美味しいんじゃないですかねっていう感じでした。はいはい、よかったって方は、グッドボタン、チャンネル登録はこちら。んで、おまけですけど、こっちはいろいろ文字が書いてます。なんだろうな、2月11日は何の日とか、お正月の挨拶は、まあ一応答えも書いてあって、明けましておめでとう、まあちょっとした雑学みたいな、雑学っていうか、うん、そうそう、何の日か、ひな祭り何月かとか、そういう感じのちょっと軽いクイズ、クイズというか、うん、いついつ何の日的な、お勉強もできるんでいいんじゃないかなって。うん、うん、そうだね。